僕は、初動で、神宮寺さんだけを見て、うん、キルしてレポート。で、しかも、最初の、いっちゃん最初手で、速攻レポートだったんで、うん、はい、うん、ニュアンスが違うのを拾ってほしいなとは思いますけど。確かに。うん、そうですね。まあ、僕のニュアンスでいくと、まあ、アドミン。ニュアンスで言いたい。ニュアンスで言いたい。ニュスタバさんリスペクトで。あ、ミスター。言いませんように。いい色。んしょ。歌うか。早い早い、はい、マジか。なんか絞れそうです、はい、確かに、うん、ストレージ、まず神宮寺さんが最速でストレージに行くのを見て、横目にアドミンでタスクをして、で、はい、ちょっと歌でも歌おうかなと思って歌おうとしてたら目の前に死体があってびっくりしました。ストレージのタスクのところですね、キリのところです。エレクトリカルの正面ですね、通路の正面。右に双葉行きました。千早さん見ました。僕も右行きました。はい、右に見ましたナビゲーションで。砂さん、クレイさん、ハッタさん、青、ちなみに疑われる位置にはいるんですけど、あのカフェテリアからアドミン横廊下通ってストレージからコミュニケーションを抜けました、うん、はい、抜けた時には死体はなかったんですよね。あ、っていうかそうですね、どこにあったんですか。左です、あのストレージのオイルのところです。左下。あ、であればどうかな、見えてたのかな。僕右側抜けたんですよ、そのまま。右抜けたんだったら見えない場所です。うん、はい、そんな感じです。なるほど。あと浮いてるというか道じゃない方は、義足カフェテレの右上のタスクやった後、最終位置、今アドミンの中です。はい、アドミンの中。先端、あ、そっか、先端さんとは合ってるんですか、そこで。いや、合ってないですね。スタバさんが右上の方に最初行ったのは覚えてるんですけど、それ以外は合ってないです。なるほど。カッツくん、初手ウェポンで右です。僕はウェポンです。カツくん見てる方います？ボスナさんとか見てますか？見てないかな、カツくんは。誰を見ただろう、俺。なんかナビゲーションがどっかにめっちゃいたっすよね。いた、うん、俺と4人ぐらいいたよね、ハタさん、俺、シハヤさん、タバさん、タバさんもいましたね。うん、はい、多分その意味は分かるけど、カツくんはね、見てない。ウェポンです。出れんかった。カツくん最終もウェポンになるの？はい。お、オッケー。うん。びっくりした。エコーの準備しようとしてたら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。広い。あと、お話聞いてないのは、あれ、クレイさんって右って言ってましたっけ。僕は、はい、そう、初手千早さんとか双葉さんと一緒に、ボンからウォーツー最終位置です、うんうん、もう一度右の方あげますね。双葉さん、ボスナさん、はい、クレイさん、千早、ハタサコさん、うん、で、カツくんがちょっといやいや、右です。僕もね、ウェポンにいるカツくん見てないんですよね。双葉覚えてないです。ちょっと遅れてきてるかもしれないんだよな。 あるとすれば、遅れてロングタスクとかだったら、まあ、見れてない可能性は全然ありますね、うん、義足さんあたりがワンチャンすれ違ってくれてれば嬉しいかな。僕、誰ですか？カッツくんと。いや、僕は人メモしてないですね。うん、なるほど。ああ、でもね、ウェポンって言い張ってる。一応最終ナビゲーションって情報出たのは
カツさんが喋った後だったと思うので、僕の印象では。だから、え、ウェポン4人いたけど、え、いなかったけど、みたいな言われたら、きついなーっていう印象はありますけどね。そこまで考えてないかもしれないよ、カツくんは。じゃあ釣りましょう。じゃあ追放しましょう。なんか早い。褒められた。やった。じゃあ釣るか。いや。ふたばさん結構早めにナビゲーション抜けられてたと思うんですけど、シールドの方、ね、行かれてますか。いや、O2 の方行って、ワンちゃんまあ千早さんがクレイさん切るを考えて連打してました。うんうんうん。はい。なるほど。右の人は 100% 間に合わないと思います。なるほど。誰が右にいなかったんだっけ？最後に聞きたいの。貴族さんとメッス。貴族メッス、はい、先端さん。まあ一応かっこグリーンカットさんみたいな。そうですね。一夜目はその4人がちょっと黒目って感じで。了解です。はい。はい。ほらでもいいですけどね、僕白決めてくれるなら。はい、抜けれた。シールドの方が良かったかな。よし、5555マイナスのあなたは頭に生えた。はい、はい、貴族さんお疲れ様です。ですね、リアクターが鳴って、で、まあクレさんと一緒にリアクターの方向かって、はい、その後リアクター途中で止まったので戻って右側のあのシールズあたりでタスクやってアドミン警察しようと思って戻ったら貴族さんがそこで亡くなってました。おー、はい、はい、ってことは最終位置がアドミンってことですよね。アドミンで、はい、アドミンで亡くなってました。はい、そうです。リアクター直してたのがカッツさん、ハタさん、あと、はい、フタバもいました。直したのはそのタイプ、はい、すれ違いました。ハタさん、カッツ、俺も遅れていったから誰か見てたんじゃない、見た。ボスナさんはアッパーエンジンのタスクをやってたから、うん、そのままガソリンまで行ってたんで、もうリアクター の, あの真ん中のタスクやってる時にあの隙間から白ピンクが見えていて、でタスクが終わった時に、オレンジ黄緑がいたんで、まあ浮いてるのが赤青になるかなって思ってました。僕メットベイいます。追いついてメッドベイのタスクやって、アッパーの方へ向かおうとしてなったかな。いや違う、メッドベイの中でなりました。ってなるとでもまあ初日のあれと合わせると結構そうですね。すね、貴族さん初日もあれだったんで、もうだいぶ、メスさん、はい、かなと思ってます今。が、はい、まあ、仮に人狼であれば、まあ、セルフはしないかな今の盤面。確かに、はい、周り誰もいなくて、はい、もう僕誰ともすれ違わずにもうアドミ行ってるんで浮くじゃないですか。まあ、はい、さすがにそれでセルフは、まあ、やらない、まあ何の証明にもなってないんですけど、一応そんな、はい、メタ要素をちょっとメタではないです。メタじゃないですけどね。メッシさん絶対メタって言いたかっただけでしょ。うるせえな。うるせえ。絶対そう。はいはいはい。メタ。メタメタ。ダメ。タスク爆速で終わらすか。で白証明するか。最悪死んでもいいし、死んだらもうメスさんだけになるから。初日のあっ、カツさんじゃんか。はいはいはい、はい、すいません、ありがとうございます。
メッスさんとセンタンさん、お二人を追放すれば1は釣れそうな気はしてます。おー、そうですね、これは確かにいいですよ。まあいいですよ、市民なんで。はい、ただ一つ交渉材料というかあれですけど、メスさんのセルフと、セルフというかレポートと初日の僕のレポートはだいぶ意味合いが違くて、僕は初動で神宮寺さんだけを見て、キルしてレポートで、しかも最初のいっちゃん最初手で速攻レポートだったんで、ニュアンスが違うのを拾ってほしいなと思いますけど。確かに、そうですね。まあ僕のニュアンスでいくと、まあアドミンニュアンスで言いたい、ニュアンスで言いたい周り、誰もいない中、まあセルフするかっていうのは、まあちょっとこうコールに入れてほしいところではありますね。はい、確かに、確かにその通りなんですね。千早さんが確認してたリアクターって、畑迫さんと、畑さん、はい、カッツくん、グリーンカッツさん、あとはクレイス、あ、クレイさんは違うか。僕は止まってから行きました、リアクターで。チアさんと、誰か2人がロングタスクやってるのを見てましたね。で左上のタスクやりました、僕ですね。まあ畑迫さんか、タバさんもいらっしゃったんでしたっけ、リアクター。あ、そうですね、最後に、千早さんと畑迫さんが一緒に飲みました。はいはい、リアクター直したのも双葉さんではあるんですよね、確か。違います、直してはないです。直してました、上方向にいましたね。あ、なるほどなるほど。はい、じゃあやっぱ双葉さん無理ですね。うん、そうです、できないはできないです。クレイさんってリアクター向かった後どこ行きました？あ、リアクターに行きました、そのまま。最終リアクターかな。なるほど、これどうしますか？もう入れる感じですか？スキップ？僕は入れました。メスさん入れてみました。押しちゃったので入れました。双葉も。すみません、間に合わなかったです僕。メスさん的に先端さんはどうです？ローラーすべきだと思いますか？ローラーしましょう。私です。これは。あ、そう。あ、押せなかった。あれ、いつ押したっけ。あ、そうか、O2 になってる時に押したのか。はい、はい、ごめんなさい、押そうとしたんですけど、そういえば O2 になった時に押したんでしたね、2回目に。やり切ろうということで、じゃあちょっと1個提案なんですけど、今1票だったじゃないですか、僕に入ったのが。はいはい、ってことは、まあ、基本的には僕のことあんまり疑ってらっしゃらない方が多いってことだと思うんですよ。うん、なんでまあどっちもいいです。僕が今日スキップ入れてほしくて、で僕タスクをもう人に近づかない、その他の人に全く近づかない、僕が近づかない、僕、皆さんも近づかないっていう感じで、もう僕はもう死ぬ気でタスクやって、で全部終わったら、セキュリティからのカメラをずっと見て、セキュリティからもう動かないっていうムーブを取ろうと思うんですけど、いかがですかね。でもし誰かに近づいたら、その時点で誰かボタンを押してもらって殺してもらってもいいし、タスクが全部終わった後、セキュリティのランプが消えた瞬間に、僕をボタンを押して追放してくださっても構わないっていうのはいかがですか？かしこまりました。いいと思います。どっちでもいいです。ローラーが正解ではあるので、お願いします。自分は決めました。あ、もう何も言わない感じなんですね。何も言わないよな。行きてぇなぁ、この距離行きてぇなぁ、マジで。他の方の意見とか全然、僕はもう任せます。あと30秒。いや、俺みんなに委ねるわ。どうなるんだ。頭のいい人に委ねる、この判断は。わかんない。おー、生き延びた。じゃあ双葉言いちゃいました。近づかないようにお願いしますね。じゃあ早スキップでした。了解です。近づかないようにお願いします。
よし、交渉成功。これでインポスターと熱いけどね。これやりてえ、いつか、インポスターで。O2 のとこで死んでたんだけど、うんうん、はい、 O2 のど上、あ、O2 か、上か、上ってことですよね。そうそう、もう解除するとこっすね。でも直前まで生きてたんですよ、畑さん、うん、はい、うん、いました。アドミンのとこに行って、すいません、双葉ストレージにいました。まだタスクやってて、今向かってました。うん、他の最終位置を、本当に直前であればグリーンカッツ君と僕は絶対ないですね。エレクトリカルにいましたっけ。そうです、エレクトリカルで2人にタスクして、そうですよね、はい、O2 一緒に上に向かった途中です。ちはやアドミン側を直しました。うんうん、あ、そうなの。はい、タバさん、ストレージョンどちらあたりですか今。ゴミ捨てですね、右下です。砂さんとセンターさんの位置関係はどんな感じになってますかね。僕はもう無理です。ずっとアドミンにいたんで。アドミンでアドミンてました。グリーンカツさんとクレイさんとボスナーさんと、まあ、千早さん、ごめんなさい、ちょっと助けてみてなかったですけど、多分僕見てくれてて、最後、ストレージのエレクトリカルホームがやってます。あ、なるほど。そうですね。センターさんが下に行ってるのは聞きました。じゃあそうですね、ああ言わしないですね。ちはや目線になると、もう双葉さんかボスナさんのセルフで、ここでボスナさんセルフする意味ないと思うんで、レポート。ただ私はクレイさんとグレインカッツさんとエレクトリカルですれ違っていうので、多分そこからあ行けなくないですか、オツーまで2人目線。その場合誰かと必ずすれ違うような気がします。まあ下から行けばワンチャンいけんのかな。まあ、下から行けばそうですね。その話は俺は双葉さんしか。じゃあ押しますね。じゃあ次お願いします。押せるはず多分。おー、うん、ベイ行きたい。しっ、破産セルフなのかな。あ、でも使えてたのか。ロラ、僕目線ね、ロラできますけど。あれ？私ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。押せたーって言って私始まりました今。そうですね。グリーンカッツさん、クレイさん目線、間に合うかどうか、O2 のキルまで。まあギリ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 いきそうですかね。でもそれだったとってボスナさんが双葉さん見ててもおかしくない。そうなんですよね。そうなんですよ。時間、時系列を考えたら。で、センタンさん、千早さんはもうお互い見てるんですよね。いや、僕は見てないです。はい、私はセンターさんをアドミンの中で確認してますけど、タスクされてるのは見てます。あ、まあ、多分4人に見られてるんで、うん、に関しては。千早さんはじゃあセンターさん目線できるってことですか。センターさんはかなりきついと思います。センターさん目線、千早さんは。わかんないです。僕、見てないんで。わかんない。全く見えてないんで。うん、じゃあ私も、その後、千早さんかボスナさん。ですね、ちょっと、うん、特定はできないです、私目線は。もし自分がやったとなると、 O2 でカッツ君を倒し、倒し O2 君、え、じゃあ O2 で、今回は
ハタさんか、ハタさんを倒し、うん、下ルート来てアドミン側のオーツ直せることになるんですよ。そうなんですよね。だからあ、まあ、これがない、うん、それか弁当で帰ったか。それにしても難しいですもんね。どっちにしても難しい、うん、でボスナーさんの場合セルフの利点があんまりないっていう、そういう2つです、うん、ボスナーさんそれ O2 直しに行って着いたらハトサコさんが死んでたって感じですか。そうですね、うん、なるほど。何にしても双葉さんボスナーさん千早の順で、ああそうですね、行けば終わりそうな気はしますけど、うん、まあそれで行きます。クレイさんとカッツくんが信じてくれるなら。わかりました。はい、任せる。はい、あ、私からなんだ。じゃあお願いします。頑張ってください。頑張ります。頑張ります。あ、そのセルフ間に合わなそうだけど、まだよね、聞いてたから。ボタン足りるの？直せば。双葉さんじゃないだと？ってなったらボス、僕目線ボスナさんしかいないんですけどね。千早さんになるのかな、さっきの話の中で。 O2 のどのタイ、 O2 でどのタイミングでやってるかによるんですけどね、もちろん。 O2 の、なり始めの時にはアドミンにいました。でボスナさんがアドミンの情報を見てて、うん、千早さんが多分直せたのかな、こうすると、はい。で多分そのタイミングハツコさんが O2 に向かって、そうで遅れて俺が行ったらって感じですね。こっち人いるからいいやーつって、うん、なるほど。まあでもボスナさんですかね。うん、まあそれでボスナさんは多分千早に入れますよね。はあ、千早さん以外、さっきの話を聞くと先端さんが難しいってなるな。自分もインボスナーだなと思います。インボスナー、インボスナー、インボスナーだった俺じゃないのに、どうして。ああ、ナイス。え、ハタさんさ、俺の弁当見てた？はい、見えました。なるほど。そう、見に行ってやるしかねえって。そういうことか。その時でセンちゃんと会って、センちゃんと会って、でもセンちゃんと一緒に行っちゃいけないからセンちゃんと一緒に言えないと思って、オツの方が押して。千早さんも来たんですけど、センちゃんも千早さんもボタン消費してるし、会えなくて。ああ。しょうがねえって。マジで。とりあえずでも真っ先に神宮寺さんを殺すってタスクは早すぎる。そこに関しては満足してます。はい、10秒です。10秒もうこれはもう神宮寺さん殺すしかないっつって。はい、メッサホットお願いしますよ。いやでもメッサ連チャンで先端さんとなってちびってんのかと思ってました。いやいや、ボスナさんでした。でもあそこで先端さんが乗り切った方法すごいなって、すごい勉強になりました。いや、ほんとに俺ずーっとローラーローラーレッサーのローラーしてくださいってあのエコーは一切反映されなかった。強すぎるよ。もう無駄になる提案ばかりだったんで。いや強いな。難しい人狼。もうガソリンの場所でメッサンブシュッてやったとメッサンが嬉しそうにどっか行っちゃったんですよね。もう、 もうちょっと顔にっこりしてましたもんね。めちゃくちゃにっこりしましたよね。志がキャラクターが跳ねてましたからね。軽くスキップしてましたから。軽くスキップされましたね。もう、 うちのコメントなんかフラグっつってブワーってなってました。そこだけはもうちょっと満足してます。はい。